はい、始まりました。第9回ウルグ TV。 イエーイ。さあ皆さん、今日も始まりましたよ。月曜毎週夜8時、もう定番ですね、いつも見てくれてありがとうございます。コメントもね、早速ありがとうございます。先週、第8回は、ゲストはゆうきくんでしたね。 DJ さんのね、なんとゆうきくんは、いつもラウルっていうね、クラブで DJ されてるっていう話前、させてもらったと思うんですけど、なんと8月の終わりに、リンクという場所で、波物語というすごい大きなね、イベントをされるということで、すごい盛り上がりを見せそうな話をいろいろ聞きまして、僕も楽しみだなって、ぜひ行かせてもらおうかなと思ってるので、皆さんもよかったらね、もう少し時期が近づいてきたらね、いろいろあの広告とかも出てくると思うんで、ぜひぜひ注目してほしいなと、思います。よろしくお願いします。はい、というわけで、今日は第9回ということでね、今日はなんと、2人の、ゲストさんに、出ていただきます。というわけで、この後ゲストを登場していただきます。というわけで1回 CM どうぞ。はい、それでは早速ゲストに登場してもらいましょう。今日のゲストはこの2人です。どうぞ。いらっしゃいませ。どうも。はい、どうも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 、座ってください。どうぞどうぞどうぞ。どうもどうも、いらっしゃいませ。どうも、お邪魔します。お邪魔してください。おはようございます。はじめまして。はじめまして。はじめましてですね。ゼロ君ははじめましてじゃないですね。お久しぶりです。はい、本日のゲストはこの2人です。クラブネオさんより、ゼロ君と歩夢君です。お願いします。イケメンですね、今日のゲスト2人とも。絵面が急に良くなりました。ありがとうございます。助かりました。はい、というわけで早速、はい、2人から自己紹介の方ね、ぜひ、カメラこちらです。はい、目の前に皆さんにね、今日もたくさん、来ていただいてるんで、ぜひちょっとご挨拶、コメントお願いします。はい、クラブネオ、順調やらせていただいてます。ゼロです。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、クラブネオで、僕もあの役職名言いたかったですけど役職がないんで、アイムです。お願いします。おっと、大丈夫、イケメンタが大丈夫。イケメン担当のアイム君と、いや、もうどっちかっていうと、もう僕はあれですね、もうお笑いお笑い担当。意外と僕、そんなかっこいいのにお笑いもできちゃうっていう、お笑いの方がやっぱ得意ですね。最強ですね。ありがとうございます。はい、と、店長のゼロ君です。今日よろしくお願いします。お願いします。さっきもね、ちょっと喋ったんですけど、ゼロ君は初めましてじゃないんですよ。じゃないです。前お会いしましたよね。どこだっけ、あれ。熱田神宮。熱田神宮。あ、そう、熱田神宮。初詣ですよね。そう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 、確か。しかも今年じゃないよね、確か。何年か前ですよ。何年か前の。だから本当にお久しぶりですっていう感じですね。はい、僕は本当に始めましたけど、今日ちょっと30分、あの3人でちょっと楽しい感じでね、はい、やっていければなと思って、よろしくお願いします。お願いします。はい。というわけで早速ですね、まずはこのね、ブルグ TV ということで、このね、フリーペーパー、ブルグについてちょっとまずね、お二人と話していきたいなと思うんですけども、お二人はあれなんですね、もちろんこちらには登場されてるっていうことで、されてますね、良かったですよね。はい、ちなみに、何のコーナーに出演されてるんですか。はい、12月号の12月号、これですね、創刊号ですね。はい、創刊号なんです。創刊号です。の？のコーナーの、イタイヤっていう居酒屋の紹介に出させてもらってて。なるほど、なるほど。今日あの付箋が貼ってないということで、難易度高いですね。難易度高いです。はい、ありがとうございます。はい、探すの難易度高いなって。まあまあまあ、そういうあの居酒屋の、そうですね。何の企画だったんですか、そう。企画というか、その、できたんで、その載せていただいて、はいはい、広告じゃないですけど、あの、はい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 。来てください、ね。居酒屋の広告ページにご出演されたと。そうですね、はい。なるほど。まあ、そこまでやってるんで、同じ業界の方もあの終わってから、なるほど、来てくださいねみたいな感じの宣伝も兼ねて、なるほどなるほどなるほど。
で、その居酒屋さんは どうなったんですか。今さ、ちょっと気まずくて言いづらかったんですけど、はい、まあ、ちょっとなくなっちゃって。はい、わかりました。言いづらかったんですよ。というわけで、ね、歩夢くんのせいじゃないかね、別に。僕のせい、僕のせい、僕のせいです、ね。まあまあまあ、たまたまそうなったということで、ね、はい、いろいろありますよね。まあ、ね、ありますね、そういう企画にご出演されてます、第1号ね。ゼロくんはちなみに。僕も何回か出させてもらったんですけど、今ね。あ、そうなんですか。見たら、お店の、はい、あの宣伝のやつかな、これ。あー、なるほど。これがね、これがクソ寒かったんですよね、これが。かっこいいね、これ。風が強い、寒い。そうそうね、もう冬ね、見るからに、はい、冬に撮影して、そうですね、外で。クソ寒い、テレビ塔バック。冬の撮影って本当にやばいよね、でもね。なかなか震えを止めるのが大変だから。なるほど、なるほど。これ、こんなやつに僕乗っとるっすか。乗ってないね。乗ってない。うん、乗ってない。グループさんの、そうですね、あのネオとアウェイクのランキングですか。ですね。ですね。グループランキングのベルギーナンバー。乗ってないと気まずいですね。皆さんイケメンばっかりですね。ただ歩夢が本当はここら辺に行ったと思うんですけど、ね、うん、ね、ちょっとページが足りなかったからみたいなね。ランキングの態度も察しがちょっとちっちゃかったから、ね、ちょっとね、ブルグさん、ちょっと来月からちょっと大きくお願いします。もう一枠入るよね。よろしくお願いします。いろいろね、いろいろありますよね。まず読むしに来たのかなみたいな、はい、まあ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 、いろいろありますけども、はい、お二人とも出演されてるということでね、皆さん街で見かけたらぜひぜひちょっと手に取って見てみてください。もうすぐあの第3号がね、創刊される、創刊じゃないですね、もう発行されるってことなんですけど、はい、なかなか出ないですね。いつ、はい、てんてんてんでしたね。すいませんね、突っ込んで、もうすぐ出るんじゃないかっていう楽しみに、はい、楽しみですね、次はどんな感じになるかっていうね、はい、次回も出演されるんですか、これは。出るのかな、出るのかな、ね、曖昧だね、ちょっと分かんないです、ね、分かんないですね、はい、分かんないです、僕も分かんないです、はい、まあまあ、もし出たらね、ぜひぜひ皆さん見てください、はい、ということで、はい、まず最初はね、ブルグの紹介でした。というわけで、このブルグ TV はですね、見られたことありますか、お二人とも。いや、初めてですね。初めてこれ、見てゼロ君は。僕選手はチラッとチラッと、はい、予習を兼ねてでしょ。そうですね、チラッと。こんなノリで行けばいいのかなみたいな。そうですね、まあ、仕事に真面目なちょっと営業中だった。ああ、なるほど、なるほど。え、今日今も営業中ですか。営業中ですね。おっと、営業中ですね、はい、それはね、お二人は人気なんで、お客様も、ね、待ってると思うので、ね、終わったらすぐ戻ります、はい、素晴らしい。もう店で待っててください。素晴らしい。真面目なお二人です。というわけで、はい、早速ちょっとじゃあ企画の方に移りたいと思うんですけど、はい、ブルグ TV はですね、毎回、じゃん、こちら。テーマボックス。こちらです。テーマボックスに沿って、はい、僕がいろいろね、質問をしていきたいと思うんで、それに、例のボックスね。例のボックスに、いろいろ入ってますんで。はい、そう、例の例の。もはや例のなんだけど、恒例のね、このボックスからいろいろね、お題を引いてもらって、お二人に、それに答えてってもらうっていう番組なんです。はい。ありえない質問とかあるんでしょうね。欲しいでしょ、逆に。練習しとけばよかったな、みたいな。そう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 。そうそうそう。なんかなんでね、なるべく皆さんの、期待に添えるような。そうですね。はい、引きを持ってるかどうかってね。あ、コメントをね、いろいろ来てますね。ありがとうございます。あ、一回ちょっと見えなかったみたいですね。すいません。事故があったんですかね。でも今は見えてるってことでね。あ、これどっち行ってんの？今、こっちのカメラです。はい、カメラが変わるんでね。2台もある。真ん中の人、ウーバーワールド系だね。ウーバーワールド系です。ウーバーワールド系。さすがですね。ありがとうございます。言われてみたいですね。この後行くってことでね。ありがとうございます。待ってます。すごいですね。えぐいの待ってます。えぐいの行きましょう。見えたってことでね。じゃあ早速行っちゃいますか。行きますか。行きましょう。じゃあまずゼロ君から引いてもらおうかな。よろしくお願いします。今このここでね、いい引きをちょっと、いい引きをね、最初はね、ちょっと肝心なんでね、今日の流れをね、あ、来た、行ってもらいましょう。これはね、はい、ぶっちゃけ〇〇です。はい、もう1枚目のお題はこれです。ぶっちゃけ〇〇。すげえざっくりなんだけど。ざっくりですね。すげえざっくりなんですけど、はい、俺はぶっちゃけこうだよみたいなの。あ、もうとりあえず今僕でいいですか。ナウでいいですかね。はい、ぶっちゃけ、ぶっちゃけ、二日酔いでございます。おすげえぶっちゃけた。生放送中に二日酔い、なかなか、なかなかない。抜きたかったんですけどね、なかなか。まだちょっと昨日の、はい、結構飲みました。
まあ、まあいいです。彼が それは自分で言いたいが、それは、まあ、彼の縮小会、縮小会がありまして、なんかあったんですね、お店で。そうです、昨日、何があったの、お祝いが。昨日、あの試合に出まして。試合、はい。何の試合、キックボクシングの試合に出まして。キックボクシングやってるんですか。はい。ですごい意外ですね。意外ですか、やっぱギャップかなみたいな。ギャップ、間違いない、はい、ギャップすごいですね。で、あの勝ちまして、あの従業員何名かと、はいはいはい、祝勝会を開いてもらって。なるほど。正方までも結構行っちゃって。あ、営業終わった、終わってからもう祝勝会なんで、むしろそっちで酔っ払ったみたいな。そうですね、営業中ではなく、ね、営業中も盛り上がった。まあからのみたいな、からのそっちも盛り上がって、今2日目みたいな。まあ、僕も全然平気です。大丈夫です。全然平気です。強いですね。回復早いですね。回復早いです。回復が打たれ強いですね。そうですね。まあやっぱりもうキックボクシングだからチャンピオンですね。はい、もう本当にさすがチャンピオン。本当に。じゃあ、チャンピオンの、ぶっちゃけまるまるも教えてもらおうかな。一緒に、じゃあぶっちゃけまるまる。僕のぶっちゃけですか。チャンピオンお願いします。もうチャンピオンっていうのは結構ぶっちゃけだと思う。ああ、もう僕のぶっちゃけは、まあ、ぶっちゃけもう。勝率 100% です。すごい。そうだね、勝率 100%。 もうメイウェザーです。メイウェザー、メイウェザーだね。アユウェザーで、アユウェザーで、本当に、まあ、1回しかないんで、いやいやいやぶっちゃけ1回っていう、まあ、1回なんだ、まだぶっちゃけ1回っていう。それは 100% だよね、100% ですね、1回勝ったね。まだ相手 0% なんで、勝率。なるほどね。まあそうだね、まあ、1回、そうそうそう、初対面同士、初対面同士、1試合目同士、初戦同士のでやったんですけど。どれぐらいやってるんですか、そのキックボクシング。かれこれも3年ぐらい。あ、3年やって、でも試合は初めてだった。出てなくて、もともとそういうつもりなかったんですけど、まあ趣味っていうか、でやってたんですけど、なんかちょっとしたら、なんか急になんかその、はい、でなんか目標があった方が頑張れるかなって、でちょっと出てみたんですけど、ちょっと意外と楽しかったんで、また出ようかなみたいな。なるほどなるほど、ぜひちょっと次は僕も応援に。あ、本当ですか。行かせてください。どこでやるんですか、そういうの。この前、昨日はあそこだったんです。ミセンの向かい側の神谷、はいはい、神谷の高架下で外屈折リング作って、めっちゃ人来ました。200人ぐらい。それぶっちゃけじゃない、それ。ぶっちゃけ試合が外、試合会場外でしたじゃない。試合会場外だった。なんとかホールみたいなのかなと思って、あのイメージ的に格闘技とかって。もうそっちかなって僕思ったんですけど。じゃなく、若宮でやったら、でも日曜だったんでしょ。あれですよね、人がすごいし、その前でなんかもうみんなが結構ガチで、ガチですね。ガチ試合だよね、もちろん3年もやってたら。そうですね、一応まあヘッドギアつけてるんですけど、はい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 、ガチですね。すごい、なんかいろんなプレッシャーですよね。緊張すぎてやばかったです、本当に。ねえ、ゲバーかと思った。試合のムービーもかっこよくね。いやもうよかったです、ね。それじゃあちょっとぜひ宣伝してもらって、どこで見れるんですか、それ。あの僕の携帯に入ってるだけ。ああ、携帯に入ってる。僕の携帯それよかったら、じゃあなんかね、YouTube とか、YouTube とかそうですね。じゃあ逆に、ヨガイ動画とかやってもらったり で、ね、この後、皆さん見れるようになります。お願いします。もうプレッシャーが、勝手に宣伝しちゃったけど。まあでも勝った試合だったね。ぜひなんかちょっとみんなも、みんなにも見てほしい。そうですね、僕もちょっと見させてもらいたいと思います。ありがとうございます。なるほど、ぶっちゃけまるまるですよね。そんなぶっちゃけなお二人でした、はい。今日なんか順調です、滑り出しから。いいですね。いいですか。膨らんでます、話が。はい、膨らんでますね。はい、いい感じです。はい、じゃあ続きまして、アイブお願いします。あれです、1人1枚ずつなんで。1枚ですか。はい、欲張りな2枚取っちゃう。1人1枚ずつなんでお願いします。好きなブランド、一番やっちゃかんパターン。これはやばいな。これはやっぱセンスがね、問われるから。ブランド、はい、これです。一番や、はい、引いちゃかんやつだと思う、多分。第2の質問はこれです。これはやばいな。これ自分のことだから、なんかもう自分のなんか趣味を押し付けるみたいな、はい、いやいやいや、大丈夫です。これは別にでも、あの全然大丈夫。お二人ともね、おしゃれなんで、もう俺はこれが好きだよっていうの、ブランド自体はそんなにこだわりはないんですけど、はい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 、なんか好きな、好きな格好とかですか、なんかこういうスタイルが好きですみたいな。なるほど、なるほど。最近はやっぱちょっとなんか、感じなんですか、ちょっとストリート感がやっぱあるほうがいいかなっていうのが、はい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 、ね、ストリート感が、はい、ブランドは特にブランドないですね。好きなストリートみたいな。今日の、ポイントっていうか、今日のブランドはどうなんですか。今日のあれも好きなブランドは、はい、もうこのクマちゃんの、クマちゃんの可愛いですね、Tシャツ。それどこのやつなんですか。これちなみにミルクボーイなんですけど。へえ、そういう名前のブランドなんですけど、すごい被るっすね、最近街中で見ると何人か。ストリート系のブランドなんですね。ストリート系ではないと思うんですけど。あ、ではない、うん、けどそれを合わせて、合わせてって感じですね。なるほど、可愛いですね。はい、なるほどなるほど。
じゃあゼロ君は好きなブランド。ブランド。ブランド。難しいね。どうですか。でブランドで言ったらやっぱ、はい、もう無難ですけど、はい、クロムハーツですかね。お、クロムハーツ。はい。なるほど。で、あのなんか最初。財布から入ったんですけど、はいはいはい、財布用意したら全部欲しくなっちゃった、はい、ああ、ちょっと揃えたくなりますよね、はい、そういうのが、まあ、カバンからキーケース、はい、名刺入れ、まあ、全部揃えたんで全部統一してるんですね、まあ、はい、まあもういいかなとあれ好きだけど好きだけどもういいかなもういいかなみたいな、ちょっとお値段もあ、まあ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 貼るんでね、ちょっと貼るんでね、はい、なるほど、はい、今日もでもしてらっしゃいますよね、はい、ネックレスもピアスもそう、なるほど、クロムハーツをよくされてると、はい、まあ、こんだけしかね、伸ばせないっていういや全然の引いちゃったもんね、これは、いや、全然いいと思います、大丈夫ですか、これ全然いいと思います、いつももっと短いんで全然いいと思います、はい、これ、もう質問、これカードは一個一個で終わりなんですか、これは次いきます、次はゼロとかです、いいの引いてくださいよ、もう、ね、見といて、あの、ここからね、うん、徐々にね、そうそう、あのこういう安排だんだんなくなってくるから、でもね、だからもうええせいやね、後半ちょっとえぐいね、えぐいやついこう、はい、じゃあよろしくお願いします、あ、ちょっと見えちゃった、第3問お願いします、ドゥルルルルルブン、あー、ダメだよ、一回引いたら、これはやばいね、今ハマっているものは自慢のアイテム、うん、なんか同じラインだね、同じライン来ちゃったっすねでもちゃんとあの正直にこれはね、うん、今ハマってることと自慢のアイテム、うんうん、今ハマっているもの、うん、はい、どうですか、これずっとなんですけど、うん、僕はあのこれちょっとまたオナニーみたいな話になっちゃうね、はい、どうぞ、クロムハーツみたいになっちゃうねこれ、どうぞどうぞ今ハマってるっていうかもうずっとなんですけど、僕競馬が好きで、はい、馬券を買うんですけども、へえ、はい、よくやってますもんね、店なんかあの分かります、絵に描いた競馬のおじさんみたいな新聞のハイペンえ、マジマジ、そんなにそれ店でやってるの、店のなんかそのちょっとなんか半分に細く折りたたんだ ね、 ちょっと気になっちゃうんですかね、ちょっと見ちゃってるんですよね、赤ペン先生でこうちょっと新聞、あ、営業中じゃないんで、これ大丈夫、営業中ではないですね、営業前に、営業中はね、営業前に夕方ちょっとお店行って気になるなみたいな、そうですね、全然わかんないです、あの印の意味がもう全然わかんないです、僕も全然わかんないんですけど、ちょっとじゃあ魅力をちょっと語ってください、あ、もうこれ競馬の魅力を、枠30分でしたっけ、いやいや今から2時間ぐらいやります、そんなやっぱでも奥が深いんですよね、そうですね、きっとあれだけあの盛り上がるってことは、うん、もうやっぱりそのギャンブルとしてじゃなくて、はい、ギャンブルとしてではなく、まずもうね競走馬が綺麗とか、はい、可愛いとか、はい、ね、ジョッキーがかっこいいとかあ、なるほど、まずそういうところから多分、はい、ハマって、なるほどなるほど、はい、そういうとこからハマったんですね、そうですね、気づいたら馬見たらちょっと勝ち負けちょっと分かるようになってきて、分かるようになってきて、新聞の見方読み方分かるようになってき て、 ってきて、気づいたら100円かけてたとその100円が気づいたら1000円になり、なり1万円になり、なりのレベルアップしていくんですけど、なるほどなるほど、まあ本当に動物好きというかね、はいはい、馬好きの方は多分、はい、馬好きの方は、うん、もうレース見ただけで楽しいかなと、なるほどなるほど、うん、馬好きの方はぜひっていうね、だから競馬好きのね、はい、あのお客様はぜひね、あ、ぜひね、ネオで言うんですかね、競馬ゼロ君指名でね、何人かいますね、ゼロ君指名で競馬トークでやっぱ盛り上がるんですよ ね、 すね、なかなかないですよね、はい、ね、2人で競馬新聞開いて2人で席でね、どういう宅なんだ今日どうするみたいなね印の付け合いになっちゃってヘルプつきづらいですね、なるほどなるほど、なんかそんな魅力がありますね、はい、それが今ハマってるものだということですね、はい、じゃあちょっと続きまして、ね、今ハマってるものですね、さっきもアイテムはね言ってもらったんでね、うん、じゃあハマってる最近っていうかあのもうオタゲーを結構やってる、へえ、オタゲーってあのサイリーアイドルをブンブン振りますやつですね、応援するあれですよね、あれですね、あれがすごい、なんかショータイムとかあるんですけど、はいはい、あ、お店でショータイムがあるんですね、 そうそう、それで一回初めてやったら、はい、意外にちょっとめちゃくちゃ楽しくて、へー、音に合わせてなんかやるんですけど、はいはい、ハマっちゃって、なるほど、今カバンについてます、サイリーもついてるんですか、カバンに、カバンに、あ、ほんとだ、え、使用済み、あの使用済みです、ね、あー、よかった、なんかあの帰り光ってたらどうしよう、そう使用済みなんです。あれ練習とかで使うんです、はいはい、ああ、もう、もうあの終わったやつ使わないようなんですけど、その練習でまだ使って
宴って あれなんですか、今もすごいやっぱ盛り上がってるんですか、ね、そう、なんかその多分初めて聞く方だと宴って言うけど、やっぱそのアイドルをなんかそのなんかそんなこういうなんか応援するじゃないですけど、なんかその、まあ、アイドルとか、はいはいはい、まあ、男も女もなんですけど、まあ、アイドルこうやってるイメージが強いと思うんですけど、はいはい、実際も本当に YouTube とか見てほしいんですけど、はい、すっごい上手い人だとめちゃくちゃ上手いんですよ。すごい上手い人めちゃくちゃ上手いと。なんかその好きな、そのなんかアニソンとかじゃないですけど、はいはい、そういう曲、オープニングとかエンディングの曲とかをその、はい、打つって言うんですけど。打つ。もうすごいですね。ぜひ見てほしいです。もうぜひぜひ見てほしいです。打つって。ぜひ見てほしいです。お願いします。おたげ打つよって。そうですもう。最近ハマってることはおたげ打つ。打つこと。打ちまくり打ちまくりですね、もう。と競馬で打つこと、競馬で打つ、お互いちょっと打つことにハマってるってことで、ね、わかりました、ありがとうございます、はい、はい、というわけでそろそろね、終盤になってまいりました。早いですね。早いな、3分の2終わりましたね。3分の2終わりました、あと3分の1なんでね、はい、ここでもうちょっとえぐいのいこう、えぐいのいいやつをね、もう次はえぐいの、さっき左手で右手でいきました、右手でいきましたね、これでお願いします。あ、これいい、はい、あ、ほら、いい、いいよ、これ10年後の自分は何してる、うん、質問が綺麗、今回、うん、流れがこれいいね、これおかしいな、これもう3おかしいな、締めにふさわしい質問、締めちゃうんだ、もう締めちゃう、締めちゃってもいいけど、これでね、あと1個ぐらいやりたいです、はい、どうぞ、じゃあ10年後の自分、10年後の自分、何してる、あんまり考えたことないですけど、うん、10年後は何してるんですかね、うん、何してますかね、10年後か、僕今25なんで、35なんです、あ、25歳なんです、25なんです、もっと若く見えますね、はい、はい、気持ちはもっと若いです、気持ちは若いですね35歳、35歳は、ね、何してますかっていう、やっぱもう願望は、願望はもう何、大きい声で言うよ、紐がいいな拾いましたね、マイクしっかり、紐って言いましたね、いい2文字で、ね、マイクありますかね、これ、うん、2文字で紐、ね、口で当ててみたいな感じしたかったら、ね、笑っちゃったピー入れてみたいな、ね、入れて欲しかったですね、で2文字で紐がいいなと思う、願望なんで、願望ね、してないと思うんですけど、願望10年後は、あ、将来はそうなりたいなと、はい、はい、もうあの僕アレクサンダーが好きで、あのアレクサンダー、おー、アレク、アレク、もう毎日ブログ見てるんですけど、感心したら、はい、あの人の生き様に感動しちゃって、はい、あー、なるほど、やっぱすごいなみたいな、共感してるわけですね、あ、これいいなみたいな、あ、すごいな、共感っていうか尊敬してるですね、はい、なんかすごいなみたいな10年後は女性にあの養っていただきたいと、女社長みたいな、女社長に出会って養っていただきたいと、そうなってたいなと、そうですね、願望ですね、そういう願望ですね、わかりました、ありがとうございます。ゼロ君はちなみに、そうですね、10年後何やってんだろうな、競馬じゃないですか、またそこになっちゃうね、まあ極めてね、競馬じゃないですか、あの本当に失礼な話、場外馬券場に行きますと、はい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 、まあ汚いおっさんばっかりですけど、ね、はい、まあ、それに多分近づいてるんじゃないかと、僕もなんかあの東京ドームの あのその感じは分かります、何回かありますよね、ちょっと名古屋の方はちょっとあんまり分かんないですけど、すみません、でもなんか雰囲気は分かります、そう、はい、皆さんがあの、ね、集まって大人の方がね、はいはい、分かります、くっさいいやちょっと匂う距離まで行ったことないですけど、カレー臭プンプンの、はいはい、あのそうなってんじゃないか、そう、それに、まあ、近づいてるんじゃないかな、まだ35でそう早いんじゃないで、僕7なんで、まあ、37でもう近いですからね、37、はい、今27歳ですか、そうですね、ゼロ君もっと若く見えますね、ありがとうございます、で37歳にはぜひそこにね、みんなで10年後に集合しましょう、すごい状態でね集まることになるなんていうことでね、さあそんな質問が終わったところで、一旦 CM に入ります、この後ゲスト紹介です、じゃあ一旦 CM どうぞ、はい、というわけで、なんか最後綺麗に
閉まりましたけど大丈夫ですか？いい感じに閉まりましたね。 CM 中に物足りないっていうね声があったので最後1枚いってもらいましょう。じゃあはい、ゲリラで最後1枚いきます。行ってください。じゃあ右でね、右でね、うん、最後ね、キリオくん共同作業です、共同作業。あ、いいよ、共同作業しよう。キリオくんゼロくんでね、大丈夫です。まだ5分ぐらいあるんでね。これちょっと手抜けんじゃん。2人で、はい。あ、うわ、これ欲しかった。すごい、これはさあね、女性ファンの皆さんこれを期待してたんじゃないでしょうか。最後やっぱり引いてくれましたね。うん、引きが強い。やりました。お客様との恋愛はありなし。はい、はい、ズバリ僕からじゃあいいですか。じゃあ M君どうぞ。恋愛ありなし、はい、っていうか、の僕こんな感じなの、すごいなんかちょっとあの顔で売ってないみたいな感じなんで。いや顔がちょっとあんまりあれなんで。かっこいいですけどね、とても顔で売ってないんで、はい、やっぱりあの向こうが恋愛対象に見てないなっていうのはやっぱあるかなと思って、やっぱ僕はなんかその、まあ、ワイワイしてるんで。なるほどなるほど。飲みたい時に来てくれる人のがやっぱ多いんで、それで考えるとやっぱその多いですね。そうですね、僕に求めてる人がいないんじゃないかな、はい、いないんじゃないかな。でもありかなしかといえばありかなしといえばやっぱありなんじゃないですか。はい、やっぱ皆さん来ました。ありですよ、ありですよ。はい、示したらあるかもしれない。はい、ワンチャンあるかもしれない。ワンチャンあるかもしれない。じゃあゼロ君。そうですね、恋愛、お客様との恋愛はもう全然ありでしょう。ありでしょう。はい、そこは相手のなし側言ってほしかった。なし側言ってほしかった。なしにしとく。いや、ここはでも希望を与えないとね、皆さんもね。この後行くよっていう子もいたんでね、はい、じゃあそのまま付き合おうと。あ、早いな。はい、初日もありと。そう、初日でも全然もう初日でも全然あり。なんかこう、はい、よくありますよね、芸能人の。ああなるほど。ビビッと来たと。ああビビッと来たと。ビビッと来たら初日でもあり。もう結婚しよう。結婚初日で結婚もありなの。さすがですね、夢があるねってコメント来てますね。ゼロさんな、僕がなしって言ってゼロさんありって言ったら話変わってきません、だって逆にね、お前がなしかよみたいな。逆にね、じゃあお互いありです、ね、お互いありです、はい、まとまりました。というわけで、この辺で次回ゲスト紹介移りたいと思います、はい、これいつも、シークレットなんですよ、はい、次誰が来るか分かんない、僕も知らないということで、一緒に行きたいと思います。それで行きましょう。じゃん、せーの、じゃあ上げてください。せーの、じゃん。はい、次週のゲストは、ロメオさんよりせいやくんとりょうくんです。イエイ。第10回にふさわしいですね。イケメンのお二人ですね。なんですけども、はい、なんと僕ちょっと来週お休みなんです。すいません。あらららら。ということはじゃあ MC がゼロくんとあいむくんになる。これはいいね。4人で、ね、4人で語ってもらうっていう。それはいいですね、はい、僕あの MC なんですけど大体月 1,2 ぐらいいないんですよ。ほんとすいません。なんかあのいろいろねちょっと重なっちゃったんですね。楓君も忙しいんで。いやいや、そんなことないですけど、たまたまなんですけどね、ほんとに。じゃあ次回はじゃあ僕ら2人が MC して MC してね、お二人と一緒に4人で缶ビール片手に。はい、それいい。いいですね、なんかそれいい。いいですね。はい、すごいいいと思います。いいですね、飲みながら。それじゃあちょっとこの後ね、打ち合わせして、ね、実演できたらね、いいですね。ぜひあのやっちゃってください、僕の枠でね、はい、あのぜひぜひ。多分そっちの方が盛り上がると思うんでね、お二人の方が。はい、というわけで、あ、じゃあちょっと一回失礼しますね。というわけで、本日のゲストゼロ君と歩くように最後一言ね、皆さんに一言ずつお願いします。じゃあゼロ君お願いします。はい、今日はありがとうございました、はい。ブルグ3号目がね、もうすぐ出るということで、はい、それも見てください。はい、ありがとうございます。じゃあ、歩くんお願いします。今日はそうですね、すごいこういうのあんま経験ないんで、はい、大丈夫かなと思ったんですけど、はい、楓さんが慣れてるなっていうので、うん、いやいやいや、スコートしてもらって、はい、うまくできたかなって、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。また機会があったらお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。あの次回がですね、むしろ来週お願いします。次回がね、はい、というわけで本日のゲストは、グラブネオさんよりゼロくん、そしてあゆむくんでした。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。バイ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 。